はい、こんにちは。マイケル太郎です。今回は、青チャートの話をしていきたいと思います。で、今、1A とか見て、高校2、3年生はこう思ってるんじゃないですか。うわ、出た。なんか不安に思っている。こいつら全部できるとはいかねへんしなぁ。かといって1からやり直す必要がないのかなぁ。1からや直した時間かかるなみたいに思っている人。今日はですね、もう全く何も考えずに、何回も何回も前からやり直しているのに、性的の悪いやつっていうのにならないために、全部やらなくても、こうやれば全部やってるやつよりも、 的成果が出せる方法を紹介しますはい、じゃあ具体的に見ていきましょう。で、フォーカス、青チャート、レジェンド、モーラ系でやってはいけないのは、はあ、今日からやろう、頑張ってやろう、100万ぐらいで、ああ、もうしんどいなーってなって。 で、また2ヶ月ぐらいやらずに、で、また、あーなんか運んだからまた1からやろう。これを無限回繰り返して、えっいや、全く伸びませんっていう経験したことあるんじゃないでしょうか。それがあるから、まあ、もうらってちょっと量が多いから、標本とか基礎物の方がいいよね、みたいなことがよく言われるんですが、そもそもそのやり方が間違えている。当然、1からやり直せば完璧になる確率は高いんだよ。全部チェックできるからね。でも、挫折率考えたことある。異常に高いじゃん。だからどうするかっていうと、そのやり方を今日は喋るんだけど、これ非常に重要。この1点だけ喋るから、それだけ聞いても動画閉じてくれ。 で、ここ。ここ見てくれ。目次な。目次めっちゃ大事だよね。特に多項式とか、あと集合の分野とかってほんとみんな分かってないから、なんか集合に手てやなって思った人、あれが大概分かってない必要条件、十分条件とかね。必要条件、十分条件と、このベン図の対応が分かってないとか、そういうのってここで見つかるんよ。問題書を解いてる時じゃないよ。ここを読んでいって、あ、 これは絶対わかるわ。覚えてる。んなんか怪しいな。わかんねえ。で、この後ろの二つ。んわかんねえ。なんか怪しいな。この二つをチェックしていくんですよで。チェックしてもらって、そこに対応する例題が絶対載ってるんですよ。その例題だけチェックしていく。 例題が具体的な問題チェックしていく。で、解けたら、あ、解けたわ、だし、解けなかったら、あ、本当にやばいなら、ちゃんとチェックする。みたいな感じでやっていってもらう。まず、ここを見て、あ、全部問題ない、自信ある。だったら、その分野はできるから、飛ばしちゃって、OK。こういう風にやると、今、高校3年生で、1A、2B、怪しいなって思ってる人でも、全然復習が可能です。1からやってたら間に合わないし、適当にランダムに取っていくっていうやり方も、ちょっと、え、本当にそれで合ってんのかなとか、ランダムだから一部欠損するようなっていうのはあるんです。そりゃそうです。だから、今みたいに最初の要点とまとめ、各章絶対載ってますよね。ここね 要点とまとめのここら辺のページをきちっと読んでどこが分かる分からないこれ覚えてない覚えてるちゃんと今の3つの点ですね絶対的に分かっている覚えてる自信があるうん怪しいなえ分かんねえこの2つは絶対的にチェックして例題を解いて確認するこの流れをやっていただくとかなりスムーズにですね J2B の復習終わるんで今からでもまいますぜひ頑張ってください頑張りましょう